まず誰に言うべきなんでしょうね。いや、そこはもう地元の空気よくわかんないので。はい、そうですよね。まあ一番いいのはとにかく本部に脱会もう届けを出しちゃう方がいいね。本尊と一緒に手書きでいいですか。手書きでも何でもいいですよ。あのもちろん本当にこう心を込めてね、申し出書いてあるぐらいの勢いですよ本来で。内容はやっぱりきっちりしなきゃダメだからね。自分はもうこのどうあってもこの大法務団体の方がいられません。何でもいいわ。でとにかく脱会宣言しちゃう。で結論だけ先に出しとかないと、本尊もそこで送っちゃう。そうしとくとね、案外ね、吹っ切れたりなんです。まだね、家にね、あの本尊があるからね、それが見えない力でまだね、あなたにこう、このなんか、ダメだぞーって、決心しちゃダメだぞーって、まとわりついてるんですよ。それやっちゃうとね、みんななんか、あれなんか、肩の、なんか変なもの、つき物が降りたみたいになって、よしって、いい知恵も湧いてくるし。で、もう結論を出しちゃってんだから、あとはもう時間の問題なんだよね。それが一週間ぐらいのうちには地域に帰ってくるから、その情報が。それまでにじゃあ何とかしちゃわなきゃってことになって、じゃあどうしようどうしよう、協議会の時に発表しちゃおうかとか、もういろいろな。そうですよね。やっぱりみんながいる時に一言バーンって言っちゃった方がいい。そうなんよ。それ伝わっていくよりも。うん。止められちゃう。あの人おかしくなったよって先に始めるから。だから、全員がある程度集まってるところに、実はちょっといいですか、そうですね。もう心臓、口から飛び出しそうだと思うけど。そうですよね。でもほら、いやでも、いずれ一週間後にはもう回ってくるっていう、その、あれがあるんだよね。先に本部に送っとくと。それを、その、こっから始めようと思って人に言おうと思うと、いやいや、今日はやめとこうみたいになっちゃって。そう、それだ、それ。今日帰ったら、まず全部封筒、あの、うん、全部もうあんなんで手袋、ちゃんとゴム手袋して、マスクして、ね。でも、もう開けてないんです、だから。置いてあるだけでダメだって。放射能と同じだから、扉閉めてようか開けてようが、放射能がこうやって出てくるんだから。そうですね。協議会で言うのがいいかもしれないですね。うん、来週の月曜日。だって協議会で言ったら直近だったらそうでしょ。それだってもったいない、僕にしてみれば。そんな、じゃあこの数日間に何が起こるかわかんないんだよ。そうですね。協議会で言えば、あ、実は、あの、豊田さんっていう、豊田さんの名前を出して、YouTube を見て、うん、もう特にみんなにも YouTube の宣伝もして、うん、でもすごいと思いました、本当に。何が ?YouTube が。どうして、どの辺が、木の辺が、うん、御所がすごいっていうのはまあもちろんなんですが、例えばあの学会の幹部と話討論っていうかしてるところとか、もう本当に笑えますよね。もう一緒に笑いました、本当に。もうバカじゃないのじゃないですけど、いやそれじゃ本当に幹部なんだって、だって言ってることが違うでしょって、本当そうですよね。うん、あとその、道理がわからないと、普通に読めばそうでしょ、そうよねって、うん、なんでそれを違うって言うんだろうって、うん、本当にその、なんて言うんでしょう、掛け合いじゃないんですけど、漫才じゃないですけど、本当だよ。本当にその、脚本書いて作った作り物でない、素晴らしさって言うんですかね。なるほど、うん、まあ一種のボクシングの試合みたいなもんだからね、うん、本当にある意味では論理のこうどづき合いだから。でそれを見た時にこれを見て、うん、あ、間違ってた私たちって思わない人がいる方が不思議、うん、むしろそうですよ。だからその全員とは言いませんけど、やっぱりもうみんなにもう見てほしい気持ちで、うん、もういっぱいです。そしたら戦いはね、結局、まあみんなもやるの。で、もうドーンと脱会するじゃないですか。それでこと思って、前、親しかった人に、まあ、せめてやる。そしたらね、やっぱり20人に1人ぐらいは、いや、私はあなたが脱会しても、人間的にお付き合いしますわって人はね、20分の1ぐらいはいるんですよ。まあそういう人はじゃあいいじゃん。でも他はみんなブロックするから、そしたらね、その地域に、ブワー
ーって、チラシも入ってやらないんですよ。全家庭に。一般家庭も含めて。これが一番学会嫌がるし、それでトヨタドット TV っていうちゃんとそこに名前も入ってるし、人によっちゃこっそり見る人も出てくるから。それが次の戦い方ですね。で、帰ったことないでしょ？うちの。ないです。いや、じゃあもうあなたこそどんどん配ってやらないんですよ。足が悪いのか、そっか。いや、私それがですね、この足が痛いのも私、ほんとおかしいんですけど、うん、多分神経痛だと思うんです。うん、左が痛かったり、右が痛かったり、うん、両方痛かったり、今日はそんなに痛くなかったりとか。バラつきなんですね。はい。じゃあ本当に、機能そのものが痛んでんじゃなくて。結果的に痛いんじゃないと思うんですよね。うん、それだって感慨を受けたらね、今までの例から言って、断定はできないけど、スーって治ったとかいっぱいいるよ、そういう人。もうとにかく座れなくなってしまって、データが、もう私何時間座ってたって、大丈夫だったのに、ここ1年ぐらいですね、でも本当に座れなくなってしまったのだからね、仏様がもうぼちぼちね、ノックを始めたってことよ。目覚める時だぞ、ぼちぼちって。偽本尊に座らせなくしてくるわけですよ。本当にお知らせがあるっていうのは私、知ってるんですよ、前から。ちょっとやっぱり、サボったりすると、コンコンって。ご本尊がね。はい。それ、3回ぐらい無視すると、ドーンって行きますね。必ずもうそれはね、もうずーっと昔、若い時からそうでしたね。コンコンっていうのは、もうそれかなって、本当に、今本当私1年ぐらいかかるかなと思ったんですけど、うん、やっぱりもっと卒業上げて、だって結論同じなんだよ。そうですよ、1年待ってようが何しようが、そうなんです、うん、しかもその1年間分また光の速度で在所を積む、そうです、1日戦艦大和級の在所を毎日毎日こうやってこうやって積んでんですよ。それはやっぱりね、まさに余動在を恐れよ、方々限界って、あれほど命がけで大聖人が方々限界され、日光聖人が方々限界を伝えられたっていう、命かけてまで方々限界ってされたっていうのはさ、甘くないってことなんだよね、その罪というものは。我々目に見えないからね、方々のその在聖のさ、トン、一トン、何トンとかって見えないだけで、実は命にそういうものを積んでるんだ。一年も放ってんな、さ、なんか、しゅんじゅんして迷ってんなんてやったら、本当に後悔先に立たずですよ。ね、本当、幹部が困るならいいんですけど、また私と同じような、嫌とは言えない人が困りますよね、本当にね。でも困ったって、その人は嫌だって言わない、言えない、やっぱり在所を持ってて。そして、またある意味その人もある程度の在所を積んでから人を救うために目覚めてくるっていう役目かもしれないし。もっと大きな目で見てあげればいいんです。そうなんです。もうね、自分の考えが、ちっちゃくって、なおかつ、ちょっと頭も少しおかしくなって。そう、相当もうね、偽物拝んじゃったんだから。まあ、っていうのは。だからね、とにかく今日帰ったら、もうとにかく偽本尊送んなさい。あれが家にあるうち中ね、思考がやっぱりどうしてもまっとうな思考できない。みんなあれ送って U パックに入れた瞬間に、あれってなるって言うの。それだけでも、功徳が出た人だっているくらいだから。いや、そうしちゃわないとね、ここで今座って、そらそらって、興味深いなっていくら思ったってね、また家帰るとかって揺り戻されちゃうんですよ。まずは偽本尊だけはとにかく本部に送る。で、もう結論だけはそこに書いちゃう。私な、誰それはもう今日思って脱会しますと。それだけこう先にケツをビシッと切っちまえば、あとはもう迷えないもん。もう本当に次元爆弾にもう紐のとこに火つけたみたいだから、どうせ一週間以内には、僕に帰ってくるっていうことだから、そしたら、もうやらなきゃってなるじゃないですか。それがさっきの百聞は一見近くの最後の一家は、
今日やる一家は、偽本尊をとにかくお宅から全部叩き出す、魔人を家からもう叩き出す、それよ。それやんなきゃあった意味がないよ。そうですよね。うん。私も、本当ここに来るの、来るっていうか、電話しようかやめようか、やっぱりしようかやめようかじゃないですけど、本当に毎日、もう3月のだから10日、毎日ですよ。うん、電話してどうするのって、でも会わないことにはいられないし、でも会ってじゃあどうするの、うん、あって話だけ聞いてじゃあどうするのって思う。じゃあ話だけ聞いてどうする、話だけ聞くなら YouTube で十分だし、うん、でもどうしても会いたいし、でも会ったらもう頭くるくる回ってもう本当にでもとにかく一度お会いしたいって思いまして、うん、本当に来てお電話をさせていただきました、うん、偽本尊との決別の日ですよ。何のそんなね縁起担がなきゃいけないんですかね。今日自らが動いた今日が縁起のいい日なんだよ。何時早く信仰の寸心を改めて速やかに。ね、この信仰の寸心を改めてっていうのはまさに偽本尊を捨ててってことなんですか。で、速やかに。もう一刻も早く実情の実現に来せよ。早く感覚受けなさい。こんないい人がそんなね、いい人を選んでとか、どこにもそんなご指南ないんです。行動した日がその日が吉日なんですよ。世間だって言うじゃないよ。思い立ったが吉日だって。とりあえず、それの方が先になんかできそうでしたね。今会わないでいいので。まあ、そうよ。とりあえず。そう。一番でもあなたに今ね、根っこに縛ってるのは実は偽本尊なんです。それ取っ払うだけで全然考え方変わってくるから。そう。それをまずやっちゃいな。家探しする必要もないけど、まあ、数は決まってんだからね。はい、それと、ついでになんか、長い間にその方々物まであってね、ひょっとして今学会は本当に方々に弱い、緩いから、ひょっとしたら変な方々物までもう混じってるかもしれないから、まあそういうこともあるならね。ついでに学会本部で送ってればいいんだよ。これでも食らえっつって。ないとは思うけどね。なんでしょうね。まあ簡単なこのお守りだとかさ、うん、まあ、昔ちゃんと叩き込まれてるからね、いいと思うけど、とにかく偽本尊を送る、脱会届を出しちゃう、うん、そう。